どうも皆さんこんにちは。さすがフグです。そして、あまり名声稼げてないですすいません。マリサなので、よろしくなので。はい。というわけで、今回はアスファルト9界隈の人物の解説パート2となります。今回はどういう人を解説していくんだ？今回も、やらかした人物を解説していきます。お、前回のビオコに引っ続き、だな。ってなわけで、今回は自称世界1位、ドラゴンチャンネルについて解説していきます。私は知らないな。ドラゴンといえば、ドラゴンランページしか出てこないぞ。あ、あとドラゴンクイーンも覚えてるぜ。なんでドラゴンクイーン覚えててこの人、知らないの？まあ解説していくよ。よろしく頼むぜ。まず、こちらの再現と呼べるか怪しい映像をご覧ください。確か、この動画の字幕かコメント欄でマルチで1位取ったことあるという本人のコメントがありました。お、マルチで1位取ったことがあるということは、うまいのかな？普通ならそうだけど、今はどんな人を解説してたか覚えてるかな？あ、ふん。まあ、この再現映像のように、まるでマルチで1位を取ったことがあるように、見えない走りをしていたんですよね。この様子だと、マルチが始まった時に1回勝って瞬間的に1位だったのを、1位取ったことあります。って感じにした、よくある手法だろうと思われていました。そして、本当に1位を取ったことがあるか証明してもらうために水産杯を持っているのか、質問をしました。ちなみに、当時は一応上手くなくても1位が取れる普通のラッシュだったから、こう聞いただけだよ。で、水産杯は持っていると言われたんだよね。お、ってことは普通のマルチで最終的に1位を取ったわけでも、瞬間的に1位を取っただけでもなくて、普通のラッシュマルチで1位を取ったってことだったのか？まあ持ってたとしても、1位を取ったとは言い切れないけどね。となるはずだったけど、水産杯を持っているという証拠の動画を要求したら、ここで事件はむごいものとなりました。なんだ、水産杯を持ってることすら嘘だったのか？まあそういう解釈になっていいね。なんと、ドラゴンチャンネルは Twitter に上がっていると悲惨の画像を勝手に使用し、これが僕の水産杯ですと言ったんだ。うわ、それは悪質じゃないか。自分が持ってないからって他人の画像でやり過ごそうとしたのか。でも本当に最初は持っていたのかっていう感じだったんだよね。みんな持ってると思ってなかったから。その言い方だとすぐバレたみたいだな。もちろん、すぐに、都市さんの画像を勝手に使ったことがバレ、さらに炎上したんだよね。そりゃ炎上待ったなしだよな。さすがに、その後のドラゴンチャンネルはもう懲りたと思うが。って思うよね。なんとさらに言い訳してきたんだよね。アカウントを削除したからこうするしかなかった、みたいな内容のことを言ってたっけな。マジかよ、最低に近い存在かもしれないな。さらに、アスファルト9で世界1位と言って、アスファルト8の動画しか出してなかったことから、自分の実力をごまかしているように感じられるね。なんとこのドラゴンチャンネルのオープニング、ヤッコさんの A8 のオープニングと非常に似ています。というか、最後は確実にパクってますね。この車が2台変わる感じとか。こんなことも知ってたのかよ。